おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回はまとめきれてないゲームニュースを一気におさらいしていくのぜ。早々からまとめることを放棄したのね。しょうがないだろ。矢継ぎ早に来るから厳しいんだ。とはいえ、気になるニュースが盛りだくさんなのぜ。それに今回ゲームの表現問題に関わる部分については近日中に全力を出させてもらおう。ゲームの表現問題ではマリサが暴走モードにならないことを祈ります。あとは Xbox 関連のお話もしていこう。クリスマスまでに片付けなあかん話題だらけやな。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは Xbox 関連ニュースから。Yahoo ニュースから引用させていただくが。やっぱり値上げかいな。慌てるな。記事タイトルだけだとその感想となってしまうが。まずは中身を確認していこう。これは Xbox の最高責任者フィル・スペンサー氏の、ザ・ウォール・ストリート・ジャーナルのテックライブカンファレンスでの発言となるな。詳細はよ。スペンサー氏は Xbox ゲーム機の値段を据え置いていると確認しつつ、私は、我が社が永遠にそれを続けられるとは思いません。しかし、このホリデーシーズンに向けて、これらの価格を維持することが本当に重要だと考えています。と述べているのぜ。微妙な言い回しやな。少なくとも、今年の年末商戦では値上げしないってことね。さすがにそこはそうだろうな。逆を言えば、年末商戦以降はどうなるかわからないとの推測は記事でもあるわけだ。あとはゲーパスがようやく黒字化して Xbox 事業の収益の 15% を占めるようになったとのこと。やっぱりゲーパスは赤字だったのね。そしておそらく逆座や状態にあるであろう Xbox シリーズ XS のコストを相殺するために、ゲーパスを値上げする可能性があるのでは？としているな。嬉しくないニュースね。とはいえだ、値上げしない可能性もあるとは思う。これに関しては個人的見解ではあるが、情報戦略だと思うのぜ。どういうこと？来年の Xbox の値上げの可能性を示唆すればするほど、年末商戦での Xbox の相対的価値は高まる。テレビショッピングみたいな、この価格は今だけ。って感じね。これが日本ではともかく主戦場のアメリカでどうなるかは注目したいところだ。日本ユーザーにとっても切実だと思うけどね。特にシリーズ S はコスパが最大のアピールポイントなわけだし、値上げはさすがにやばいわ。この年末に決断しないといけないかもしれないわね。見事に情報戦略にはまってしまっているな。確かに。まあ、値上げはユーザーの立場として勘弁してほしいが。PS 陣営と真っ当にバチバチやって競争原理が働くなら大いに結構。実際 PS プラスのラインナップはいい感じに豪華になってきたしね。今年の PS と Xbox のクリスマス商戦、正直日本ユーザーにとっては蚊帳の外感はあるが。せっかくあるメリットは遠慮なくいただいておこう。この手の話では任天堂が一切出ないわね。個人的意見であることが前提だが、そもそも影響をほぼ受けないからだ。ユーザー層がそもそも被らん。被った層があっても独自性がありやっぱり関係ない。もうすぐポケモンスカーレット・バイオレットの発売でさらに盛り上がることになるのよね。さて、私が気になっているゲームの表現問題ではポケモンも影響があるわけだ。やべえ。これはヤブヘビだったか。本作ポケモンスカーレット・バイオレットでは性別の概念は完全になくなった。でも、明らかに男の子、女の子ってタイプのモデルよね。男の子っぽい女子がいてもいいし、女の子っぽい男子がいてもいい。私はこの手の自身の分身を扱うゲームであれば、あつ森でも言ったがなりたい自分になればいいと思っている。これをもってポケモンはポリコレに屈したとする論調は間違いだと思っている。いや、ポリティカル、コレクトネスという思想自体は社会全体で進んでいくべき思想なはずだ。性別、人種、職業、宗教なんかで差別される社会であっていいわけないわよね。この思想に屈したという論調が出ている時点で、この思想を間違って解釈している人が多くいるわけだ。もちろん、これは表現者側の責任が多分にある。いよいよ来たわね。多様性の需要が一番重要なことだ。その上でマイノリティへの配慮をして、マジョリティの多くを不快にして何の意味があるんだ。そんなことしたらマイノリティへのヘイトがただただ高まるだけじゃないか？完全オリジナル新作でやるなら、百歩譲って許そう。それでも作品の中での納得性は必要だぞ。間違った思想を押し付けるな。マイノリティ、不当な差別を受けている人たちに配慮したいなら、少
少なくとも現時点で多くのゲーマーが感じているポリコレという思想は間違っていると断言しよう。とマリサがおっしゃっております。日和る必要はないぞ。別に差別的表現をしろって言っているわけではない。多様性を馬鹿にしていいわけないからな。だが、その多様性ってのを盾に偏った表現をするなら戦うまでだ。それはそうやけど、デリケートな問題やからそれぐらいにしてくれ。今回は大丈夫かと思ったら、すでに暴走一歩手前やないか。大丈夫だ。まだアンビリカルケーブルは接続されているぞ。自覚あんのかい？表現問題で続けると、12月2日に発売予定だったカリストプロトコルが日本での発売が中止になった。こっちも何事なの？本作はストーリー主導のシングルプレイ、サバイバルホラーゲームとなるな。物語の舞台は2320年、木星において死の月と呼ばれる衛星カリストとなるのぜ。プレイヤーは刑務所からの脱出を図りつつ、潜む秘密に迫っていくことになる。木星版バイオって感じかしら？ジャンルがジャンルだけに表現はエグそうね。今回の日本での発売中止はそこが大きな要因となるな。トレーラーを見ても主人公などの体が欠損を伴うようなグロテスクなシーンも多いな。国内レーティング機関のセロの審査が通らず、日本での発売ができない状況となったのぜ。日本より海外の方がグロ表現では寛容なのはバイオハザードなどでも知っていたけど、バイオみたいに日本向けに合わせるって調整も無理なの？それはできないと開発側は言っているのぜ。まあ、この手のゲームではホラーやグロ的表現が作品の価値を決めかねんからな。これ自体は何ら批判材料にはならん。これは完全なおまくにになっている。以前に私たちもセロについては確認したけど、謎解釈もあるわよ。ダウンロード専用ゲームであればセロの審査ではなく、海外を拠点にした IARC というレーティング審査を利用することもできる。じゃあ、そっちを利用したらいいのよ。とはいえ、日本ではパッケージ版の販売も主流。セロの審査は必要だということだな。でも以前も確認した際にセロの審査って別に販売する上で必須ではないのよね。そもそも論だけど、ユーザーに作品のレーティングを知らしめる以外にセロの意義って何なの？必要性があるとしたらメーカーというよりは小売りに対してだな。これを青少年保護の観点から店に並べていいかの責任をセロがお墨付きをつけるって感じかな。実際、メーカーはレーティングを受けずに世に出すことは法の上では何の問題もないからな。まさに日本的な感じね。ここまでなんで発売できないんだ。ってことに偏っているが、普通に海外版を日本ユーザーが購入してプレイすることは可能。バイオもそうやけど、それができるなら何の規制なんやと思うな。もちろん、店頭に並ばないことで売り上げはお察しになるわけだが、ここで違和感を感じてしまうな。もともと同メーカーでは、デッドスペースという作品でも日本では発売禁止となったからな。こちらもリメイク版が来年にリリース予定だが、日本での発売はまだ未定だ。しかも全プラットフォームでアウトになるのは厳しい。海外では問題なく販売されること、期待しているファンも多いことを考えても、どうにかしてほしいところではあるな。グロが見たいわけじゃないのよ。この手のサバイバルホラーでは表現による説得力ってのも大事なのよ。ゲームにおける表現力が上がれば上がるほど切実な問題かもしれないな。このセロ問題とポリコレについては、もう少しだけ掘り下げるつもりなのでよろしくなんだぜ。これで序章だったのかよ。さすがにいいニュースも一つ。携帯アプリの東方弾幕カグラがファンに惜しまれながら10月28日にサービス終了したわけだが。どこがええニュースやねん。本作の後継作品にして、買い切りゲームとしてSteamで開発中と UnknownX より発表があったのぜ。その名も東方弾幕カグラファンタジア、ロストだ。おお、これは私たちにとっては朗報も朗報。より多くの方にお届けするためのクラウドファンディングを2022年11月4日より実施予定であるとのことだな。これはポケットマネー入れなあかん。もともと本作は音楽に合わせてノーツを消すリズムアクションと、滅びた幻想郷を復興させるストーリーを楽しむゲームで。ソシャゲ版は評判は悪くなかったのに、課金がフルはなかったのよね。それを客観的に裏付けるデータもあるのぜ。は。プレイヤーは未成年が半数以上。そら、もうからんわって話だけど、これは将来性という意味では抜群ね。20年後でも私たちのファンには困らないわね。20年後とかちょっと想像するの怖い数字を出すな。とはいえSteam版は2023年リリース予定だ。幻想郷復興のために皆さんよろしくお願いします。
今回はまとめきれてない話題を確認してみたがどうだった？値上げ問題に表現問題、どっちも触れないでいいなら触れたくないネタね。とはいえ、どちらも今後のゲーム業界を見ていく上で不可避だからな。表現問題ではマリサが暴走しないように S に機関がないか探しておきます。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。